こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はサブアカの方のチームランク SS4 達成とチーム紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、サブアカの方がなんとついにチームランク SS4 まで来ることができました。で、今の通常オーダーですがこんな感じです。明らかに野手の方が強いと思います。まあ、野手の方ばっかりやってたっていうのと、投手手持ちが揃ってないのでなかなか作れないというのが今の現状です。で、上からさらっと見ていきたいと思います。5段、10段、12段ぐらいの選手でデッキこんな感じですね。大谷、モネ、野球、ひまわり、佐伯でレイリーを借りるという感じのデッキと、あとは、オーダーを入れたデッキの方が強くて、オーダー入りが多いと思います。まあ、これとかオーダー入りですね。35ですけど、やっぱり入れると経験点の伸びが、野球より入る気が体感するのと、やはりいいやつをもらってタックフィニッシュを早く引き寄せるっていうのはかなりエビルでは大事かなと思うので、まあ、そういうデッキになっているかなという感じです。うん。多分、ほとんど一緒だと思います、デッキは。で、これが一番よくできた選手ですね。千丸でしたと。で、5、10、14段で、これに関しては総力も101いけているという感じです。うまく敏捷が集まったんですよね。まあそういう回はやはり伸びるなという印象はあります。構成的に、レンジャー1かな、僕。っていう形にしているので、敏捷結構集まりにくいというか集まりにくい。まあ千丸じゃないと本当に総力101はほぼ無理っていう感じので。これもまあうまくいったな。これはぜひ見ていただきたいというところと、こいつだったかな、盆栽で SS6 付近の SS5 ができて、多分こいつだったかな。こいつだったかな。いや、野球だからこいつじゃない。多分こいつ、外野手、誰かこいつとかだったかな。今日か、まあ明日ぐらいに公開できたらいいなと、動画をね。思ってますんで、ぜひぜひ、あ、多分今の上のやつですね。ミート A のやつですね。うん、これしどれみとか入ってるもん、電卓だ。こいつですね。こいつの動画を公開します。5、10、14段か、こいつも一番。で、こいつは、まあ、相当こう、タックフィニッシュだったり、まあ、吸い出しがうまくいったので、ご参考にいただけるところはかなりいっぱいあるんじゃないかなという感じですね。で、あと、投手の方は、そんなに作れてないですよ。で、こいつは、天才千丸だったかな。で、なんとか作れたっていう感じのデッキですね。まあ、35がメインで、アテナに関しては、ちゃんとイベントで45にできたので、まあ、入れたっていう感じのデッキですね。で、こいつ以外はもう本当にお話にならない、かな。こいつぐらいか。あと、どういうデッキ組んでるんだろう。コントロール101を捨てた選手とかいますね、やっぱり。そう、角野とかいなかったんで、つい最近まで。つい最近というか夏ぐらいか。夏ぐらいにようやくこう、大回しした時に出たっていう感じだったので、まだピッチャーはそんなに入れ替えはできてないのが現状ですね。あとマグロ入れてみたりとか、こいつガラスのハートついてるか、引っ張ったんだ。相当強かったんじゃないかな、これ。あとはやっぱり、101捨てた感じのデッキが多いですね。変化でゴリ押そうみたいなのが見え見えだな。うん。こいつは一応でも違うな。強いな、こいつも。こいつ盆栽かな？円卓。ああ、作れるんですね、やっぱりこれくらい。下に行かない。はい。という感じのチームになっています。で、あとは、今、この石がね、985個という形で持ってますんで、これを年末のおそらく27日に更新されるガチャにぶち込むと。ただ、なんかおまけで多分ガチャ券とかついてくると思うんですけど、年末は。毎回そういう形なので。で、まあ、それが、
まあ、取り切ったらもしかしたら止めるかもしれませんね。なんか、その、ゆっくりこう、引いててもいいのかなと。まあ、オクタビア次第か。オクタビア次第ですね。まあ、そこの性能次第で全部ぶっ込むか、まあ、一応ステイしといて、次以降のガチャも引けるようにしていくかっていうのは考えていきたいかなと思ってます。で、まあ、戦力的にはやはりピッチャーを補強したくて、オクタビアはできたら45にはしたいと。で、まあ、その排出次第、そして性能次第で、まあ、この石はどうしようかなという感じですね。うん、それくらいかな。あとは、この際なので、ボックスをね、簡単に公開しておこうかなと思います。今こういう感じですね。PSR は7体。で、まつりちゃん、さがら、サイガ、モネちゃん、エレキ。で、裏が、スバルと。で、ガチャ券で取ったやつがメインですね。サイガ、エレキ、そして、スバル。で、たまたま出たのがモネちゃんとか、祭り、かな。で、サガラに関しては PSR 確定の枠で抜いてるんで、もう本当にやっぱ PSR はそんな出ないなという感じですね。1年やって本当にたまたま出たのは2、3体ぐらいという感じの感触でした。まあ、今回少し数増やせるかなと思うので、そこはすごい楽しみにしていきたいかなという感じですね。一応他の子にもいるのかな。他の子にも先駆けとか、シドレミか。シドレミめっちゃ出たんだ、無料ガチャで。無料ガチャで2体出たんですよね、シドレミ。はい。いや、今の無料ガチャではないんですけど、無料ガチャで出ました。という感じと、あと、まあ、ざっくり、こういう感じですね。レイ、夢白姉妹、山口、ヤギウは頑張ったな。ヤギウは PR の大丈夫博士像とか、結構突っ込んでプラゴにした、初めてプラゴにしたキャラですね。このボックスでは。で、まあ、ポツポツとは、まあ、揃ってきているかなと。ただ解放はやはり進まないですね。かなりこう大丈夫ぞ突っ込んだりしないと。で、ちーちゃんとかすげえ使ってんな。今でも使ってますね。で、ハッチとか、ポコタ、ニジタリ、ナルミ。まあ、ナルミは40にできたらもうちょっと幅広がるかなって感じもするので、その辺はすごい期待してますね、今回、復刻。でもこんなもんかな。あと、佐伯も45にはしたいですね。やっぱり、精神ボナー、技術ボナー、技術ボナーまでつくよね。88だよね。うん、そうですね。88つくので、まあ、これはあるなしではだいぶ違うんでね。早くつけたいなという感じです。で、小平なぎちゃん。まあ、もろもろのキャラが。ガマ口とかはね、この前のイベントで結構数手に入ったので、もしかしたら45作れるかもなっていう感じですね。あらかたとかが嬉しかったですね。あらかた来るとやっぱり敵の幅広がるんで、まあ、しどれみが入れられる高校では、まあ、どうなんだろうなっていうところはあるかもしれませんが、まあ、かなりはかどりますね。こいつのおかげで。で、まあ、これくらいかな。そんなになんかこう、潤ってるわけでもないかな。モネちゃんとか、まあ、バーっと簡単に見ていきます。赤月、怒り守る。まあ、今回覚醒して僕も覚醒で遊んでみたでネタ会やりましたと。ほんとこれくらいですね。うん。ただ本当に無課金の方々に、今回この SS4 できました、行きましたっていうツイートをしたときに、なんか SS8 ランクの方とかもいるみたいですね、無課金で。なので、まあそういう方々に一歩でも近づけるように、こう、いろいろと考えながら、まあやっていかないといけないなと。いうところと、やはり千丸源泉はサクピー20招き猫を来た時とか、まあ、サクピー20の時にバチバチやって、でしっかりとこうその中で結果が残せるといいなという感じです。で今回も千丸源泉招き猫来てたんでやったんですけど、更新ゼロだったのかな。更新ゼロだったかな。多分更新ゼロだったと思います。なんかまずそもそも千丸が全然来なかったっていうのと、40個に1個とかだった気がするな。まあそれぐらいに、招き猫40個に対して1回来たぐらいだったかなというイメージと、あとは、
まあその1回2回も全然形にならなかったので、まあ盆栽でちょっと1回やるかデイリー消化ついでにっていう時に、まあすごい選手ができたという感じでしたね。それでなんとか SS4 に押し上げられましたと。ただ SS8 ランクとかまでになってくると、もうほんともっと押し上げないと全然話にはならないと思うので、まあやはり新キャラ、あとはピッチャーの方の強化が必要かなという感じはしますね。で、まあ本当にゆっくりとこっちは楽しませていただいていて、で、まあマントルとかで一応やれないこともないです。ピッチャーの方も35ベースではあるんですが、結構こう、アマントルで欲しいなってキャラが揃ってきてはいるので、まあ1、2回ぐらいマントルもやれるかな。ちょっとオクタビアが入ってきてからまたその辺は考えたいかなと思ってます。で、それまではいろんなやりたかったネタ会とか、こういうサブアカの方の更新とか、まあ、いろんなことがやれたらいいかなと思ってます。あと2日ぐらいで入ってくるとは思うので、まあ、その辺楽しみにしながら皆さんとやっていきたいと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。